問題です。すり寄ってくる猫は甘えん坊だが常に正しいとします。そしてうちのタマはよくすり寄ってきます。ところがタマは甘えん坊ではありません。さてそんなことがあり得るでしょうか。どうも、たてがみです。早速タマちゃんの問題を今回皆さんに出したんですけど、これ僕がただ単にクイズを皆さんとしたかったってわけじゃなくてですね、今回はですね、僕らの脳にある思考の罠とか思い込みとかを作り出してしまう脳の癖みたいなものを解説しようと思います。それでは行ってみましょう。皆さんこれを見てください。12、13、14っていう数字が3つと、上はアルファベットで A13C って書いてありますよね。これよく見てもらうと A と C の間が B じゃなくて13なんですよ。でも多くの人はパッと見た瞬間普通に B っていう風に思ったと思うんですよね。この錯覚というかこの現象で何が言いたいかっていうと、僕たちって見た情報とかをありのままに捉えてるんじゃなくてですね、前後の並びとか今まで A と C の間は大抵 B だったみたいな今までの流れとか経験とかでですね、きっとここはこうだろうっていうふうに脳が推測してくれてるんですよね。さっきの問題もですね、タマが甘えん坊じゃないことがあり得る場合っていうのは、タマが猫じゃない時っていうのが答えなんですよ。でも僕らはタマって言ったら猫と、タマっていう犬はあんま見たことないけど、タマっていう猫だったら結構見たことがあるっていう経験から、タマっていうのは猫なんだろうなっていうふうにこう脳が勝手に推測してくれてるわけなんですよね。この情報を枠組みとして捉える脳の機能ですね、脳のスキーマっていうふうに言うんですって。この脳のスキーマですね、僕らがパッと情報を見た時にその先とか流れとか傾向とかを予測してくれるすごく便利なものなんですけど、これがですね、今までその仕入れた情報が偏ってたり、ずっと仕入れてた情報が古くなっちゃってたりすると、現代にそぐわない言動しちゃったり、情報を履き違えたり、思い込みになっちゃったり、偏見みたいなものが強まっちゃったりするっていうのがあるので気をつけましょうってことなんですって。じゃあ脳のスキーマがどういう風に働くかって、もうちょっと分かりやすい例をポンポンポンって出していくとですね、例えば僕が来月アメリカに行くっていう風に言ったとしたら、皆さんの中では勝手に、あ、多分飛行機で行くんだろうなっていうことを推測するとこまで脳がやってくれるんですよ。この時に、いや僕あの船で行くよとか、あのエリクソンみたいにヨット漕いで行くよとか言って、みんなってそんな方法で行くのってびっくりするじゃないですか。それは今までの脳が蓄えてきた流れとか傾向と違うからなんですよね。この流れとか傾向を作ってくれる枠組みを作ってくれるのがスキーマの力なんですけど、他にも例えば僕が友達からね、新しいこの方を紹介されて、友達からね、こいつ年収1億円なんだぜっていうふうに聞いたとしますよ。うわ、すごい、1億円送り人じゃん。なんだろう、仮想通貨でもやったのかな、それとめちゃくちゃ頭が起業家の方なのかなとか、すごい人なんだろうなってまあ思いますよね普通。でもよくよく話を聞いていったら、なんとこの人は去年の年収は10億円だったと。しかも10億円だった頃いろんなもの買っちゃったり、あのローンとか組んじゃったりして、今月の生活費が500万円かかってるって言ったら、この人めちゃくちゃピンチですよね。だってあの年収が10分の1になって、しかもその半分をがっつり生活費でも払うことが決まっちゃってるっていう、めちゃくちゃピンチな方じゃないですか。だからこれも脳のスキーマっていうのが働いて、年収1億の人って言ったら、僕らの中では下からちょっとずつ年収が上がっていって1億円まで到達した人なんだっていう流れ、知識の枠組みで捉えちゃうわけなんですけど、実際は上から落ちてきちゃった年収1億の人もいますよね。これ物理学ではよく、宙に浮いてるボールは下から落ちてきたボールなのか、上から浮き上がったボールなのかわからないっていう風に
前後の情報が分かってないと、この人が右肩下がりなのか右肩上がりなのかって本当は分かんないんですけど、脳のスキーマが働いて1億って言ったら下から上がっていったもんだっていうふうに思い込んでしまうっていうのはあるんですよ。本当は僕たちって与えられた情報を合理的に判断できたらいいんですけど、この脳のスキーマが働いちゃうと、この情報についての今まで僕たちが体験してきた経験とか集めた情報の傾向によって見え方が人によって変わってしまうっていうことが起きちゃうんですよ。これがですね、実生活でも本当気をつけないといけない時代が来てて、皆さん去年ですね、2020年6月、セクハラとかパワハラを減らしましょうって法律ができましたよね。この法律ができてですね、世の中の 5,60 代の方の中には、いやーわしらの時代なんてそんなもんなかったのに生きづらい世の中になったなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これって女性はこういうもんだとか、部下っていうのはこういうもんだ、新人はこういう風にするもんだ、飲み会ってのはこういうもんなんだっていうスキーマがですね、今まで積み立てた経験とか知識とかが偏ってしまってると、今の時代にそぐわない言動にそのままつながってしまうんですよね。日本のオリンピックの元会長さんみたいに、女性っていうのはこういうもんだっていうね、玉っていうのは猫なんだみたいな、絶対そうなんだみたいな、年収1億円の人はすごい人なんだとか、そういうスキーマと一緒で、女性っていうのはこういうもんなんだっていうものが強まりすぎると、ああいう風にそのまま合理的じゃないね、時代にそぐわない言動を行ってしまうってことが、もちろん僕らにもね、これから先ありえてくるっていう、そういう危険性があるんですよね。特にですね、今そうなりやすい状況になってるんですって。なんでかっていうと、ネットとかのニュースが僕らがよく見る記事のものを集めてきたりするようになってるからなんですって。一つの情報が偏りやすい時代になってたりすると。でもこれからの時代は今までの考えとかがなかなか通用しなかったり、世の中の見方考え方っていうのがこう大きく変動していく時代に入ってますので、皆さんもぜひ何か情報を得た時、何か行動する時、その時に自分の脳のスキーマってのが働いてないか、そういう考えの罠に陥ってないかっていうことを気をつけてみてはいかがですかっていう内容でした。今回みたいにですね、物事を合理的に判断するときに足りない情報は何だろうとか、脳の思い込みが働いてないかなっていうふうに気をつけて合理的な判断をしようっていう考え方をですね、クリティカルシンキングっていうふうに言うんですって。このチャンネルではこれからもこういう脳の考える癖とか、脳の便利な機能が逆に思い込みになっちゃうとか、こういうことに気をつけて合理的な判断をしていきましょうねっていう、そのクリティカルシンキング系の話もしていこうと思っています。今回の内容がですね、あ、良かったなと、ちょっと面白かったなって思った方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと、もう全然つまんなかったって、そういう風にちょっといまいちだったなって思う方もぜひ低評価ボタンを押していただいてですね、こういうところが良くなかったってことをコメントで書いていただけると嬉しいです。それではたてがみでした。またお会いしましょう。バイバーイ。